しかった。このまま回転させたら、そこに全然出ないと。今回の動画では、スイング軌道を意識をして、置き手をしました。水の車から出されている、ブラストで測定をして、それぞれのスイングの数値がどう変化するのかを自分自身でチェックしてみました。バッティングの、レベルアップをするために頑張っている選手はどんな意識をして素振りやティー、またバッティング練習などを頑張っていますか。今回のブラストの置き手の検証ではですね、スイングを数値化したことによってスイングの動作感覚と実際の動作にギャップがあることに気づくことができました。より良いね、練習のきっかけになる、動画になっていると思いますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。今回は5種類のオキティをね、実施しています。それぞれ、切り出すプレーをね、セットして、意識ポイントに集中してスイングをしやすく、しています。1、インパクト。2、アウトサイドインのアッパー軌道。3、インサイドアウト。4、振り出し位置。5、トップの位置になります。最初と最後に切り出すプレーンを置かずにフリーに、オキティを打ってもらっています。それぞれね、メニューをする前に軽くね、スローの素振りでスイング軌道をチェックしながらスイングしてもらって、でオキティでボールを実際に打ってもらっています。いきなりね、オキティですると、ほとんどの、選手ができないので、打つ前に、確認してもらってから実際に打ってもらってる感じですね。切り出すプレーンは、バットのスイング軌道やインパクトをより意識してもらうための道具になります。選手のね、スイング感覚なども確認しながらメニューごとに配置を変えていっています。オキティということですが、指導者の話によると普段はあまりしていない打撃メニューになるようなので、前提として選手たちはオキティにまず慣れていないということは頭に置いて動画をご覧になっていただきたいなと思います。ノーマルスイング、インパクト後に意図的に大きくフォローを取ってしまう傾向がオンプレーン効率に影響してくる動作になるので、気をつけたいところかなと思います。左足癖あるね。ゆっくりって、じゃあゆっくりって同じとこ全部通して、そこでちゃんと振って、はい、どこだっけ飛んでる、それ。インパクトゾーンに、切り出すプレーンを設置し意識していくことで、バットスピードの平均値が一番高くなりました。インパクトゾーンで力強くスイングできていることは、打球スピードや飛距離に直結してくるので、高ければ高いほど OK です。シンプルに、意識してオキティの練習時間を増やせば効率的に、効果を得られることが期待できそうですね。そう、イメージはでもそんぐらいで悪くない。アウトサイドインの、スイング軌道を意識してもらいました。アウトサイドインのスイング軌道で、さらにですね、今回はアッパースイングの、軌道を切り出すプレーンでね、意識しやすいようにセットしてスイングしています。インサイドアウトスイングがいいと言われている中で逆をね、言っているので、かなり思い切ったセットの仕方だと思うので、本人もね、なかなかね、スイングしづらかったとは思いますが、オンプレーンは、最高の数値が出ていました。意外にですね、スイングスピードも低下していなかったので、練習に、取り入れるには大崩れしないようにね、見守っていく必要ありそうですが、実際するなら大げさに意識しようっていう、指導者もいるぐらいなので、こういう練習の仕方もなしではないかなというところです。あー、いいね、いい。それでちゃんとここ脇開いてるからさ、俺強く振れるんかなとか思ってるけど、うん、いいよ。5球。よいしょ。
ゃめちゃ今さ、ボールで前から来る。前から来る。前から来るってさ、で、ボール使ってきたさ、ちょっとたまにさ、速いのキュッて投げたり。これ、遅いんですよ。前行ってるから調整してみて。後ろに残ってるから。前行ってるけど後ろに残ってる。ボールってさ、ちょっと止まってるんで言うから、こっちに持ってるし、前でも。残して、そうそうそう。ここでジャーンと作れるように。今スイングするときに、ここの位置がないから、コンプレイコールするのがなくなるから。だから、思っても、こっから、こっからこういくって。でも、こう見てるから、ちょっとぶっさりってやってるけど、位置からあるから、当たったらたまたまする。でも、うまく打ったときにさ、そうじゃないと差が離れる。裏位置とか、別に大したことしない。ここにやったらさ、このまま回転させたらこうなるよ。そこに出ていくだけ。そこの間ができて、打てたらもっと変わってくるかもしれない。ちょっと今手だけで力んでる感じだけど、慣れたら絶対上手くなると思うんで。これちょっと力抜いて、トップの位置に切れ出すプレーンをセットした時ですね、オンプレーンの数値が平均的に良くなっています。オンプレーンを継ぐことはかなり重要なので、しっかりねトップが作れるように練習することを、これかなり強くお勧めできますね。ブラストの数値から見ても意識してねスイングしているということが見て取れるので、無意識の中でもトップの位置をしっかり作ってから違和感なくスイングすることができるようになるまでとかね、練習頑張ってほしいですね。このトップの位置がしっかり作れるようになると、バッティングレベルもね大幅に向上しそうなあのポイントになるかなと思いました。スイングさ、こっからさ、こっからピョーンって始まってさ、ここで当たるとさ、ここ半分ぐらいからさ、ピョーンって当たる、どっちだと思う？絶対こっちやん。でもさ、みんなさ、なんでこっちなの？なんかさ、ダウンスイングとか距離が短いから早く当たるやん。こっち距離長くなるからさ、当たらんやん。なんか当てにくい。最短距離だから。だから時間かかるし、この距離があればさ、ボールにちゃんとアジャストできるとか、まあ、ミートできるような考えになるけど、小鳥を取った方が同じ時間あるんだよ。バッティングするスピードがある。前足が7でこっちが3だとしたら、もう7乗してこっち3で打つぐらいで超音感で、その意識したらちょっとこっちでこの辺で強く振れるっていう打ち損じてもいいからスイングだけ意識して、ボールなんか今気にせんでいいからいい、全然73っていうのオンプレスを45、そういう意識でちょうど普通のスコアに乗ってくる。ブラストの測定項目の中から大きな変化が見られた数値を、ピックアップしました。素振りやティーバッティングで、バランスの取れた良い数値を、叩き出せるようにスイングができるようになることを目標にしていただきたいなと思います。まあ、一番大切にしなくてはいけないのは、自分のね実際のスイング感覚になってきます。最終ね、数値は大事なんですけども、あくまでも参考までにということですね。この検証が一人でも多くの選手のバッティングのレベルアップの参考になれば嬉しいです。今日の動画は以上になります。このチャンネルでは多くの野球選手のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。また体験会の募集の地域は限定されますが、概要欄より募集しております。最後までご視聴ありがとうございました。